ロシアの方からですね、こんなニュースが出てるんですね。プーチン大統領、日本との対話、申し出があれば応じる用意とかね、こういう記事が出てるんです。NHK から出てるんですけど、国際情勢をテーマにしたね、会議がまあ今、ソチでね、ロシアのソチで行われてるんですけど、その後ですね、会場からの質問に応じて、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を悪化している日本との関係について、我々が日本に制裁を課したわけではなく、窓を閉ざしたわけではない。日本がやったのだ。対話が行われることは良いことだ。閉ざした側から申し出があれば応じる用意がある。というふうに主張したらしいんですけど、この質問自体がですね、仕込みなんですよ。誰が質問したかバレてますけど、やめた方がいいですよ、こういうの。ほんと。ね。過去のこととかいろいろ掘り返されるから、この仕込み質問にわざとこういうふうに答えて、宗男が言ったタイミングでこの、ね、回答して、これ質問したのも日本の方です。実は、あえて名前は言わないでおきますけど、もう分かってるんですけどね。こういう仕込み質問に、ね、それから、まあ、宗男ですよ。要はその G7 包囲網を、ね、日本一番遠いですからね。日本に臭み打ち込むことで G7 の包囲網をね、穴開けようとしてるんじゃないかなっていうのはもう見え見えですよね。はい。なので、この、トグマク撤退、クリミアを渡す手前でトグマク撤退して、ケルチオ橋やられないようにショルツに圧力かけてね、タウルス渡すなよって圧力かけて、なんとかクリミアがある状態で、この平和構成をかけたいというのがね、滲み出てますよね。まあ、とんでもねえなと。で、さらにね、ロシア大使館もね、こんなこと言ってんですよ。ポリアンスキーという人のね、ポリアンスキーってあれか、これ、国連大使かな？国連の場では、ウクライナ危機を交渉で解決するという問題は一切提起されていない。ここでもウクライナ側は相変わらず極めて厚かましく、挑発的に行動している。彼らは特別軍事作戦の開始以前と同様、ロシア連邦とは一切交渉する気がないことを誇示している。まだこれ偽情報ですよ。ゼレンスキーさん当選した時ロシアと交渉しようと思って何度も言ったのにさ、プーチンがさ、ゼレンスキーみたいな小物相手にしねえとかって大物風吹かしてね。でも実質的にはこのさ、いわゆるその、ロシアの属国化みたいなの認めない限り話しねえみたいなこと言ったの、お前らだろみたいな話なんですけど、まあこういうこと言ってます。ウクライナがね、そうね、戦争ばっかりやって、平和的な交渉に応じないんだ、みたいなこの平和構成です。もうこれ見え見えです。三文にあたりでも多分出てくるので、トクマク撤退、ね、平和構成と組み合わせだから。気をつけて、まあ、3週間、今月末ぐらいには来るかなと。ロシア軍がついに撤退しましたみたいなね。中で、ロシアから、なんか交渉のテーブルにつく用意があるというようなニュースが出てます。なぜウクライナは話し合いに応じないんでしょうかみたいな、もうこれ見え見えです。予言しておきますけどね。これをま、やろうとしていると、いうことです。まあその使者としてですね、宗男さんが言ったんですかね、よくわかんないですけどね。まあただね、いずれにしてもですね、まあ今回のね、国連総会でね、この西側のメディア全体に対して、ね、行われたこの情報構成ね、細谷雄一先生がね、おっしゃってますよ。アメリカにおいてはウクライナ疲れが指摘されますが、実際の世論調査では去年の11月からわずか 2% しかね、その支持率って、ね、ウクライナ支持するって人の声は 2% しか下がってないと。これを過剰に取り上げてですね、ウクライナ疲れだ、ウクライナ離れだとか言ってね、喧伝すること。これを西側のジャーナリストから言わせるのが向こうの手なんですよ。だから私帰ってきた虎ノ門ニュースでこのことすっげえ厳しく言ったわけですよ。こんなの乗っちゃダメだって言ってね。ということで、もうね、ロシアは本当にね、宣伝するために戦争してんだが、ね、戦争のために宣伝してんだ。よくわかんない。むしろね、宣伝するために戦争してるって考えた方がいいかもしれません。なので、おそらくトクマク撤退っていうのは今後出てくるかもしれませんが、そこから始まる平和構成に絶対に乗せられないようにね、気をつけてください。で、逆に意図せざる形でですね、なんか新しいこと言ってる、俺は国際情勢分かってるみたいな感じでね、下り顔でね、ね、ウクライナが交渉に応じないのがちょっと、みたいなね、そういう苦言を呈する人も、まんまとロシアの術中にハマってますから、そういう騙されやすいジャーナリスト、騙されやすい専門家が誰かっていうのね、よーく見てですね、後で答え合わせしていただくことが大事かなというふうに思います。ということで、先に答え言っときますので、今後のですね、ロシアの平和構成、ぜひ皆さん、しっかりと、見ておいてください。今日の内容面白いなと思った人はぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想などを書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。